この頃、平の清盛は福原に、後白河法皇は京都に住み、政務は京都に詰める平の重盛が両者の間を取り持ちながら行われたようです。清盛と法皇の関係が悪くならないよう調停役のような役回りを重盛がしていたようです。そうした状況下、比叡山延暦寺が豪騒を起こし、僧兵が信用を担いで代理に押しかけてきました。なんなんだやつらは、豪祖として仏罰神罰や武力を振りかざして集団で信用を担いでやってきて、何度も何度も自分勝手な要求をしおって、こたびは我が近親の藤原の成親の流罪を要求とは、単なる暴力集団ではないか。仰せの通りですが、あれはまことに恐ろしい。僧兵の乱暴を狼藉はともかく、神様が乗る神与が代理の門前に放置されては、神仏のたたりが怖くて誰も近寄ることすらできませぬ。もちろんそれがしも、それは私もじゃ。よりによって神仏のたたりとは。ん？仏に仕えるものが神？私たち日本人はそのあたりが寛容ですから、後の世ではクリスマスを祝った数日後には除夜の鐘をつきにお寺に行き、その足で神社に初詣に行くと言います。さらには江戸時代頃に定まったらしい七福神には、日本由来の神様はたった一人で、あとの六人は外国由来という寛容さ。寛容すぎはせぬか。まあ八百万の神と申すぐらいですから、他国由来の神がいても不思議ではないかと。万物に神が宿るので、どれだけの神様がおわすのか誰も把握できませぬ。それは良いが、あの豪僧なんとかいたせと言われましても、どうすればよいか我らもわかりませぬ。成親殿は私の妻の兄、なんとかしたいのですが、さりとて神与に手を出すこともできませぬ。神罰は恐ろしい。やつらの要求を飲むしかないか。法皇が成親の配慮を認めると、叡山の僧兵は神与を撤収し戻っていったが、後日法皇は成親の配慮は取りやめとし復職させた。これに延暦寺は反発、結局成親は下官され、事件は収束した。ただし数ヶ月後には成親は堪忍した模様。その後もたびたび豪祖は行われた。また来た、何度も何度も。こたびの要求は何だ。加賀の神藤
藤原の諸鷹の廃炉を求めております。また縄張り争いか、なんとかいたせと申されましても、兵たちよ、信よは絶対にいるなよ。これは振りではない、絶対にするなよ、絶対だ。信よに矢が。だから振りではないと言ったのに。貴様らはたたられる、たたられるぞ。なんたること、真世に矢を射るとは。諸鷹の入るもやむを得ぬ。やはり延暦寺は許せぬ、天台座主の妙運を捉えよ。妙運は捉えられた、伊豆の国への入るといたす。それまでの警護は山木兼隆に命じる。は、伊豆の国への護送は源の頼政じゃ。は、妙運の身柄は伊豆の知行国主であった源の頼政の兵に護衛されて京都を出発したが、護送中に襲われ、妙運の身柄を奪回されて延暦寺に逃げられてしまった。かような無法は許されぬ、ただ行き綱よ、妙運を捕獲してまいれ。はっ。が比叡山内に入られてはどうすることもできず帰還した。なんたること、されば重盛と宗盛の両名に命じる。無茶ぶりがこっちに来た。驚いた二人は福原の父清盛に相談。清盛は直ちに上洛した。法皇様、まずは落ち着かれますよう、何か別の穏便な方法を。さようなものがあれば苦労はない、これしかないゆえ命じておる。そなたも来たのであれば好都合、そなたが指揮を取り比叡山を攻めよ。これは無茶な仰せ、神仏に弓引くなど後のたたりが恐ろしゅうございます。では訓命に背くと申すのじゃな。そこまで仰せとあればやむを得ませぬ。この緊迫した状況下、ただ行綱が清盛邸を訪れた。清盛様、西光殿や藤原の成親殿らの面々が平家打倒の防御を行っております、ご注意ください。なに、すぐに西光や成親を呼び捕らえろ。清盛は西光を捕獲させ、拷問にかけて全容を自供させて斬首した。成親も西光の自供を突きつけられて拘束された。俊官らその他の防御の参加者も一網打尽にされた。義兄たる成親殿の命だけは助かるようにいたしますれば元気を出されませ。その方だけが頼りじゃ、頼む。ならぬ、成親の除名などもってのほかじゃ。私の願いであってもですか。
されば除名し備前の国に入るといたそうと除名されたかに思われたのですが、成親は食物を与えられず崖から突き落とされて殺害されたようです。なんたること。獅子ヶ谷の陰謀については謀議自体があったかどうかを疑問視する声は当時もあったようです。西光と成親が清盛の呼び出しに簡単に応じていることから、清盛が院の近親勢力を潰すため、もしくは三門との衝突を回避するためにでっち上げた義獄事件の可能性もあるとのことです。 by Wikipedia。 うぷ主も清盛が延暦寺攻撃を避けるためにこの事件を考えた気がします。深夜に矢を射ることすら仏罰を恐れて誰もできないぐらいの時代ですから、延暦寺本山を攻撃などすれば平家が滅ぶと考えても不思議はありません。とはいえ後白河法皇の命令に背けば君命に背くことになりますから、これもなかなかできません。法皇の謹慎が暴義で平家打倒というとんでもないことを考えていたという事件をでっち上げれば、矛先をこの者たちに向けることができる上に後白河法皇の力を削ぐこともできます。清盛は後白河法皇も追及しようとしたという説もあり、両者の朝廷に重盛が入り、なんとか決定的な亀裂が入るのを避けたという話もあります。重盛の言葉として伝わるものに、中ならんと欲すればこうならず、こうならんと欲すれば中ならず、と両者の間の朝廷に苦労する様が浮かぶ言葉があります。結局清盛は法皇様に手を下すことはしませんでしたが、延暦寺の攻撃は行わずに福原に引き上げました。この頃から重盛は気力を失い、政治の表舞台にはほとんど姿を見せなくなったようです。その後病にかかり亡くなってしまいました。後白河法皇は重盛の治行国越前を没収、これにより清盛と法皇の関係は完全に破綻、次なる事件につながっていきますが、そのお話は次回にて。